はい、というわけでやってまいりました。いや、皆さん、4連休いかがお過ごしでしょうか。結構ね、雨が降っちゃいましたよね。というわけでね、今日はね、外で撮影があまりできないということで、新車リークということでね、ベゼルをね、ちょっと見てみようかなと思います。ベゼルね、もう7年ぐらいモデルチェンジしてないですよね。2021年に、モデルチェンジの予定ということで、ちょっとね、リーク画像が結構各社で出てるので、ちょっと見てみようと思います。ででん、こちらね、某雑誌社の、リーク画像なんですけども、インライン型のね、マスクがまだそのままのような感じで、リークされてますね。できたらこの、クールなねライト、このまま残してほしいですよね。こう現行モデルに比べて、カクカクしたイメージですかね。個人的にはね、もうちょっとね、どうせならフルモデルチェンジということなら、もっと変えてほしいなという感じしますね。どうしてもね、最近ちょっとトヨタ勢がね、すごいですよね。ヤリスクロスも出ましたよね。ハリアもね、すごい良くなって、もうね、街中で見始めましたよね。たまにね、見ますね。フィットとね、同じベースを使ってるということで、このリークですよ。これフィット顔フィット4顔の、ベゼルだとこうなるよということなんですよね。これはこれでいいのかな。でもちょっとまだマスクとしては甘いですよね、フィット4がね。どうしてもちょっと老若男女すごいやっぱ幅広くね、乗ってもらえる車だということでね、どうしてもこういった感じになっちゃいますよね。さっきのね、クールなデザインプラス、これシビックの、マイナーチェンジね、した感じの、ほらこう刃のようなねデザインが、このダミーエアダクトのところですね、ここにちょっとデザインされてますね。ウインカーがね、この目の下の部分になってますよね。現行モデルはこの目の上だったと思いますけども、これひょっとしたら流れるウインカーになるんですかね。で、このでヘッドライトのこの周りをね、これデイライトがこれつくようになるんですかね。で、これちょっと見てください。これね、私知らなかったんですけど、これ中国版の、ベゼル、これ XRV っていうんですね。今これ中国でもう売ってるんですよね。これね、ほら見てください、これ後ろやっぱ今流行りを、トレンドをね、取り入れてますよね、いち早くね。テールランプがね、こう繋がってる、ピュッとね。ハリアーとかね、ヤリスクロスみたいな感じで、こうテールランプがね、ピュッと繋がってますよね。で、このフロントマスク、これもね、なんかこう四角い感じで、こうキリッとした感じですかね。CRV とかのデザインにちょっと寄せてる感じかな。でトヨタのね、ラブ4はね、結構売れてますよね。あのデザインにもちょっと似てるような感じもしますよね。なんか売れてるところの美味しいどこ取りしてるみたいな感じのデザインですよね。こっち系のデザインに寄っていくんじゃないかなと私は予想しますが、どうでしょうね、実際ね。これが中国版の、ベゼルということで、これが実車であるんで、結構近いかな。で、これね、色違い、オレンジ色。これも、やっぱ CRV とかに似てますよね。小型 CRV バージョンみたいな感じで。これ、ほら、シルバーの。これは、今のベゼルの、コンセプトモデルみたいな感じだったんですかね。これは結構ライトがね、特徴的ですよね。こんな感じで出たらどうかなと思います。あんまりね、やっぱり今の新しい、フィット4ね、あっち系に行くのもいいんですけど、あえてね、こういうちょっとクールな、クールなね、デザインを、ベゼルは残した方がいいかなという感じがしますね。ちなみに XRV の白ね、いや、なかなか結構いいと思いますけどね。フロントグリルだけがちょっと違うだけかな。っていうか、今のね、ベゼルがやっぱデザイン的にだいぶ完成されてるんで、どこまでいじるかなという感じですよね。これベゼルね、結構やっぱ SUV の中ではかなり売れてるので、
やモデル X とかね、結構ベゼルいい車だなと思いましたね。あのこの i ボタンこっちかな押してもらったら見れるようになってます。そしてね、あのチャンネル登録ねぜひともしてください。2020年の4月の SUV 登録販売、ランキングトップ10ということでね、まあ、1位はね、あの、まあ、新型が出たあのライズが実は1位なんですよね。まあ、ライズね、いいですよね。あの価格帯も安くてね、それがね、3万7000台ぐらい売ってます。で、2位が、ラブ4ですね。あれ結構いい値段して、かなりね、大きめの SUV になるんですが、それでもね、2万台売ってると。で、その次が、トヨタの CHR ね。CHR もね、根強いですよね。あの14,900なんで、まあ15,000ぐらい約売ってますね。で、その次に、ベゼルということで、まあ13,800台売っております。まあでもずっとね、ベゼルが去年は1位取ってましたけども、今年に入ってね、やっぱ販売台数ね、あのこの辺のトヨタ勢にね抜かれちゃったということで、まあここにねプラスあのヤリスクロスも入ってきますからね。いやもうどんどんねベゼル置いていかれる感じですよね。まあでも来年ねこれ、まあモデルチェンジということで巻き上げるんじゃないですかね。でエンジンの方はね、おそらく 1.5 リッタープラス、モーターと、まあ2モーターですよね、あの EHEV をまあ入れてくると思います。ハイブリッドタイプはまあそれでほぼ確定じゃないかなと思うんですけども、まあ気になるのがガソリンタイプの方ですよね。1リッターのね直産のターボエンジンっていうのがね、あのひょっとしたらちょっとこの軽いやつを積んでくるのかなと、軽くてキビキビしたやつを積んでくるのかなと。でまあ現行はね 1.5 リッターの直4の NA のエンジンで、まあ、131馬力なので、まあそれに近い数字の、まあ、ターボエンジンをダウンサイジングターボ積んできて、まあ燃費を稼ぐというものが出るのかな。まあそれがもし出なければ、まあ、1.5 リッターの直4エンジンですよね。 JC08 モードがね21キロぐらいですよね、あの 1.5 リッターのガソリンエンジンはね、まあ、それをちょっとでも上げてくるとなると、まあ、ダウンサイジングターボかなと、まあ、1リッター直3ターボエンジン積んでくるのかなという感じもしますよね。まあでも売れ筋としては、まあガソリンというよりもこの EHEV ですよね。まあどうせ買うなら最先端の、EHEV 欲しいですよね。で、あとね、やっぱ自動運転が気になるところですよね。ホンダセンシング。やっぱね、今はもう0キロから、まあ、追従すると、まあ ACC がまあそれついてくるとは思うんですが、まあそれプラスね、あの、ハンズフリーがね、ついてほしいですよね。日産ではね、もう、高速道路であのハンドルを持たなくてもね、あの運転ができるというものがあるので、まああれ、自動運転支援機能のレベル3っていうものに次はなりますよね。それがね、ついたらね、いや、ベゼルすげえなと思いますよね。あの、ホンダ E でも、まあそれちょっとまだ発表されてないですよね。レベル3が、自動運転のレベル3が投入されるのか。いや、このベゼルでも、ね、2021年ですので、もうこの辺つけてほしいですよね。いや、そうなるとね、このベゼルかなりね、注目の車に、ね、なると思うんですけども。いや、その辺ね、ぜひ、ホンダさんつけてほしいですよね。はい、いかがでしたかね、ホンダベゼル。これね、あの、2021年に、まあ、販売予定ということで、まあ、今ね、このコロナでね、だいぶね、すべてがね、遅れてって言ってるんで、まあ、全部ね、まあ、リーク情報っていうことで、まあ、どれが当たるかなっていう感じなんですが、まあ、私はちょっと、ぜひ、こっちの方向に行ってほしいなっていうのは、やっぱりちょっとクールな顔の、まあ、インライン型といいますか、こうちょっとシュッとしたね、デザインを残してほしいなと思いますね。ちょっと丸っこいデザインにならない方がいいかなと思います。で、せめてね、こう角張ったね、こうシュッ、キュッとしたね、感じの、まあちょっと大人かっこいい、まあ大人クールな感じの、ベゼルにぜひしていただきたいなと思いますね。ホンダベゼルのリーク情報でした。じゃあね、バーイ、シュッ。